いや、このメール、昔の携帯って感じがしていいね、もうね。はい、で、ちょっと正面。はい、どうも、マグロンと申します。はい、じゃあね、始めていきたいと思います。堂島大悟がどうこういう、うわー、ちょっと酔う。堂島大悟がどうこう言ってるけど、今、入るところとかはないのかな？お話ができそうなのいないよね。これ、あ、橋だ。お、ごめんよ。あ、飲み物を、何、もう買えるんだね。いきなり3万円を使っちまうっていう ね、ちょっとね、すごい、乳酸菌が弾ける爽快ソーダ。あ、攻撃力アップとかなんかあるんですね。酔いが少し冷める。ダッシュできる時間が長くなる。ほうじ茶。防御力が大アップ。あ、攻撃力がアップとかなんかいろいろあるんだ。あ、何これ。戦国コーヒー。街で敵がお金を落としやすくなる。まだなんかね、敵出てきそうにないからな。まあいいや、そういうのがあるんだ。こういうのも、いろいろ拾ってきたけど、誰にでも話せるわけじゃないんだ。ね、今はなんか、こういうね、わーい。お店にも入れないでしょ。入れたね。終わりな。ね、何のお店でしょうかね、これはね。ね、何でしょうかね。わ かんないな。ごめんね。何の無料案内所ですかね。パチンコ屋。あ、今はまだ入れないんだね、全部ね。まだ入れないのかな。話すだって。いや、あら、かわいそうに。堂島の竜とかっていう伝説の男まで産んじまうほどの。堂島の竜でーす。お店にはまだ入れないでいいのね。いろんなところぶつかってる。ああ、そういうのはできないようになってるんですね。お、この人は話しかけれそう？おい。怖えな、こんな人に「おい」なんて言われたらね。堂島大悟。ああ、あの男って有名なのかな？この町の有名人さ。あいつら満足に酒が飲めなくなっちまったんだ。さあな、注意してやってくれよ。そんな声やに注意なんかできないよ。ほんとごめんよ。あら、なんかこの公園見たことあんな。話しかけはできない。あ、なんか見っけ。太平通りのコインロッカーの鍵を手に入れた。D3。あ、そういえばね、ファミ通にね、アイテムのがどこに置いてあるかって全部書いてあったね。まあ、これはちょっと土日って土曜日仕事なんだよな。日曜日にでも、ちょっとこれ全部集めちゃおうかな。そういうズルはね、平気でやるんだ、私は。コインロッカーの鍵ね、覚えとこう。ん？何の音？ドドンって言ったよ。これか。おい。何揉めてんだ？ああ！なんだなんだ、かわいそうに。
あらららら、まあ、一応メインなのかなこれも。わあ、なんだ、あ、エンカウントバトルの説明でした。街中には難癖をつけて喧嘩を売ってくるたちの悪い男たちがいます。無視することもできますが、懲らしめることで報酬を獲得したり、お腹を減らすことができるってどういうこと。お腹減った方がいいね。掴んで投げる、何これ。掴んでないよ、無理や。おいしょ、無理や。あ、痛い。わー、投げ飛ばした。やってやる。よし、かかってこい、チュートリアル。あー、こんな物騒なもん持ってちゃいけないな。え、使うの。武器を収納する、拾う、懐に入れることができる武器です。なるほど、まるで拾って収納してみましょう。収納することで初めて懐に入ります。収納せずにバトルが終了すると落としてしまうので注意しましょう。下を押せば収納でもね、収納。左側のスロットを選択し、あ、使うこともできるって言ってんだこれ、ね。すると上で使うの。なるほど、使っちゃうぞ。はい、収納。これは収納できない。いや、もう拾えないんだ、ここにあるけど。あと他拾える？これは無理か。お前ら拾える？それは無理か。無理や。あー、終わっちゃった。富士そばがある、あれ本物じゃないか。入手した経験値を使用することで気流の体力や攻撃力などの基礎能力を上昇させたり、バトルスキルを習得することで新たなアクションを使用することが可能です。まあよくあるゲームのやつですね。強チャージ攻撃を習得してみましょう。能力強化から選べばいいのね、これか。獲得。息になるなよハンダー。で、このハンダ君ってのは何なの。あらららら。あ、来た、堂島大吾。あ、俺もくれちゃうの。赤のさらし、左側のスロットを選択し、右側の所有、特定の組み合わせで装備することによりさらなる装備ボーナスが発生する場合もあります。これは攻撃力が3上がって防御力が9上がる。なるほど。おお、劇場前へ向かえ。なんかセーブについてお伝えします。うん、プレイ画面左下に表示されているマップをミニマップ、説明を教えてくれてる。あ、ダッシュ、さっき分かったねこれ。なるほど。何何、携帯がすげえよ。バトルマスター、なんでメールアドレス知ってんだ。ドジマの竜よ、戦いは基本が全てだ。基本確かめるといいだろう。あ、これ教えてくれんだ。あ、これいいね。漆黒の男より、よし、これは後で控えとこう。ちょっとこれ見てみようか。所持品、武器、これが武器だね。能力強化、
礎体力、これ何なの？要は真ん中のなんか黄色いのでなんかもらってんのかな、倒すとなんかもらうのかな、わかんないけど。基礎能力はこの4つだけ。上限突破、体力、攻撃力、防御力、ヒートゲージアップ、これが増えると。でバトルスキルは強チャージ攻撃、これはまだ解放されてない。あ、この飛び込みってのを覚えたら覚えられるんだ。じゃあ次々下に増えていくのかな。ヒートアクション、これもまだダメだ。その他スキル、あ、これ欲しいな。サブストーリーファインダー、街で困ってる人の場所が分かるようになる、これいいな、これ一番最初に覚えたいな俺。あ、でも経験値アップもいいな。胃袋消化量アップ、酔いにくくなる。お酒って飲んだ方がいいのかな。モデルにスカウトされたんだって言ってたよ今。大悟さんって知ってる？誰誰今そんな話してた、ね、お話聞かせろや。うん、うん、かっこいい人らしいよ。おい、怖い人って聞いたけど。おい、こんもっと怖い人から話しかけられたよ。知り合いですか？ちょっと顔見せろ。うん、こんなところだ。マジで？むしろ知りたいわ。今度紹介してください。よくこんな怖い人たちにそんな気さくに話しかけられちゃう。俺また来たよ。あ、今のさっきの人か。ふう。おお、なんかドドンって言った。いや。いや。あら。ちゃいまねえ。だけど、もう一押し。ナンパ失敗、キリュウちゃん。クラブセガ。ゲーセンですな。あら。酔っ払ってる男に迫られて。何？これはサブでしょうか、メインでしょうか。ああ。まあチュートリアル的に戦わせていただこうか。チンピラ。おりゃ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 。ああ、これはチュートリアルでした。で。走りながらもあんのかな。ほら、あ、溜まりきってないとダメなんだ。でおお、ドロップキック。いやだ、あー、極みって今出てたのに。やらしてよー、やらしてよー。
堂島大吾。あ、じゃあメインだったんだ、よかった。何、いや、キャバクラ社員案内するわ。え、まだもうちょっと遊んでいたいんですけど。社員はこれを気をつけてね。あ、ここが社員なんですね。漆黒の男がまた何か教えてる。よし、じゃあまだちょっと散策しよう。ん？あそこになんか赤いのが動いてるけど、あれなんだろう。追っかけてみるか。ほら、なんか赤いのが、ほら、あ、うわ、なんか悪そう。おお、チンピラ、やべえ。銀の皿、あ、極みやんの忘れた。手間取らせやがって。おお、かっこいい。あ、でもお金増えないんだね。お金持ってないの。ただパワー減っちゃったからな。あ、あの赤いのは敵なんだね。こっちからエンカウントもできるんだ。殺すぞ。おお、なんか武器持ってやがる。あいつか。あ、お金落とす人って決まってんの。お、極み。うわ、どういう極み。ああ、当たった。たく、4しか増えない。時間食っちまった。本当だ。そんなことはどうでもいい。飯食わしてくれ。飯ってどうやって食うの。一覧表示。ご飯食べたい。ご飯、寿司三昧。こっちになんかご飯がありそう。あ、スマイルバーガーだって。ここ入れるの。どうやって入るの。入れた。いらっしゃいませ。スマイルバーガーへようこそ。うわ、なんかリアル。すげえリアル。
セットはないの、セットは。で、ま、ね、照り焼き好きなんだ俺。それと大人気シェイクとポテト。1000円超えちゃうじゃん、キリュウちゃん。こんなに食べるの？決定。あ、減っちゃった。こうか。で注文する。いや、礼儀正しいなおい、キリュウちゃん。気に入ったぜ。気に入ったぜ。飯食っとるがな。シェイク。スマイルポテト。なんだこれ。飯食っとるがな。さ、行くか。ありがとうございました。はいよ。というわけでね、今ね、ご飯食べたのもね、ちょっとわざとでね。上にその能力の強化とかがあるんだけど、これを使うんだね。だから今これで体力アップとか攻撃力アップとかが使えるんだ、ほらね。で、今俺やりたかったのはなんだ、極み技はね全然いらないと思うんだよね、まだね。ちょっと見づらいな、どうやって見たいんだ。これか、獲得が可能。何がこのサブストーリーファインダーってちょっとあると俺、やっぱりサブストーリーやる気じゃんこいつ。ちょっと習得しちゃおう、これサブストーリー教えて。あ、もう他何もできない。あと他に獲得が可能なもの、まあ、経験値アップっては覚えておいた方がいいよね。これを次かな。胃袋とかよくわかんねえけど、食事での経験値が得やすくなる、まあ、まずはこれかな。獲得経験値アップ。酔いにくくなるとかもわかんないし、水商売はまだいつやれるかわかんないしね。アイテム入手、成金さんいらっしゃい。アイテム入手率アップ。これも欲しいね。アイテムエンカウントも欲しいな。じゃあまずアイテムエンカウントと獲得経験値をアップさせよう。よし。で、今俺体力満タンじゃないんだよね。富士そばも食うか。なんかね、飯食べると経験値が上がるってことは分かったんだよね。キルちゃんどんだけ食うの飯。どうやって食べんの？食券買うの？食券買うの？いらっしゃいませ。本当に食券買うの？何食べよっかな。さっきでもね、あれだよ、ハンバーガー食べたんだよ、キリュウちゃん。ちょっとかけそばで温まるべか。ありがとうございました。あー、ごめん、間違えたの。いらっしゃいませ。あ、そうだ。ありがとうございました。ごめんね。これだよね。これで、これを増やしたいんでしょ？だから、真ん中があと6上がれば、獲得経験値アップがもらえるんだから。いらっしゃいませ。それを食べればいいんだよ。これじゃない、これじゃない。これだ。冷やしきつねそば。これで大丈夫だよね。なるほど、理解してきたぞ。なんか気に入ったぜ。気に入ったぜ。今夜中なんだけどさ、腹減ってきたわ。なんかさ、行くか。キリュウちゃん、そんなご飯ばっかり食べないでよ。ありがとうございました。お腹すくじゃないこっちが。よし。え、腹8分目って言うんだから、まあこれぐらいでいいでしょう、キリュウちゃん。そして獲得経験値アップ、ドーン。覚えた。胃袋はよくわかんないでしょ。で、次覚えたいのがこれだよね。やっぱりまた金なんだ。よし、じゃあまあそれを